本社札幌番系株式会社は、北海道札幌市中央区番系475に本社を置き、札幌番系スキー場、番系バス、その他事業を運営する企業。2008年4月14日、同月20日をもって、円山線と、ハッサム南、マコマ内線を廃止、乗り合いバス事業より撤退することを表明した。後継事業者が決定するまでの期間は、札幌市が、 貸し切りバスを借り上げて無料運行するとされたが、翌15日に一転して2008年10月までの運行継続を発表した。ただし、年間で800万円程度の赤字を計上しているため、廃止方針は変わらないとしていた。2009年5月14日、事後処理を弁護士に一任した。ピークの3年3月期に7億5500万円の売上高を上げたが、 7年3月期は約6億円に減少、約5000万円の赤字を計上した。その後も競合激化に加え、設備の老朽化から入場者数は減少を続け、スキーシーズンの終了時に現金が底をついた。税理士による資産査定を実施した結果、大幅な債務超過が判明したため、スポンサーの選定に入り、債権者に弁護指名で、 会社整理のご案内を通知し、同月18日、債権者に債権の一部放棄を要請する会社整理に入った。7月1日にパチンコ店を経営する太陽グループの完全子会社となり、債権者に債権放棄の同意を得た上で事業継続。10月1日、札幌版系株式会社に社名変更して再出発することになった。 バス事業では、バンケーバスの通称を使用する。路線バス車両は2017年3月31日現在で6台、登録されている。沿山線、冬季スキーシーズンは、増発便を運行。沿山公園駅前後に、限り一部停留所が通過となる。各週末の増発便は2019年度は休止。ハッサム南、マコマ内線、ハッサム南線とマコマ内線の、 直通系統。2017年4月1日より、番系北の沢二股間小林峠経由から、番系北の沢トンネル経由に変更。運賃に関する特記事項番系バスは、サップ化をはじめとする乗車カードは使用できない。番系バス専用の紙の回数乗車券が販売されているほか、札幌市が発行する、経路優待乗車証は、 紙の回数乗車券タイプが発行される。札幌市交通局との連絡運営は、円山公園駅に設定される。共通乗車制度は、札幌市交通局で発見した定期乗車券に限り、宮の森2条17丁目総合グラウンド前から、円山公園駅前間で、JR、北海道バスとの間で設定される。貸切バス事業は通常は、 札幌運輸支局管内及び、苫小牧市での発着が認められているが、貸切バス事業者安全性評価認定制度による、有料事業者に限定した営業区域の弾力的な運用により、北海道全域となっている。車両は8台登録されている。太陽グループの旅行会社が2012年1月と2月の指定日に札幌駅、 ダイツーとバンケースキー場の間でツアーバスを設定。運行を担当した。ありがとうございます。